こんにちは。センターシールアールのビデオメイキングアーカイブ IL2C の44回を始めたいと思います。よろしくお願いします。いよいよ GC のことについて取り組もうと思ったんですが、前回ですね、1点やることを忘れてまして、それをちょっと埋めさせてください。なのでこの44回多分ね、そんなに長くならないと思います。何を忘れていたかというと、継承関係にあるそのクラスですねのフィールドの、要素を、全部継承 した形で、インスタンスの中にその必要なフィールドを全部埋め込まなければいけないんですが、キャラダミーのままにしてました。これ、つまりこういうことですね。システムオブジェクトベースみたいな感じにしとかないといけませんねって話をしながらやってなかったですね。でこれは、同時にこの全て あのクラスについて、その、規定のクラスの、インスタンスを同時にこんな風に持たせないといけないですね。ちょっととりあえず埋めますけど、バリューね、まあ、バリュータイプテストは、クラスなんでいいんですが、バリュータイプテストターゲットは、システムオブジェクトがないかな。この辺難しいですね。方言2方言1は合ってるかな。こんな感じですかね。難しいと言っているのは、システムオブジェクト、これ C#というか、まあ .NET で言うと、システムオブジェクトって全ての、型の規定クラスとして宣言されてますと。で、普通の例えば foo とか、bar とかはまあこんな感じで継承しますよと。こういう感じですね。こういう感じの継承関係にある。で、バリュータイプなんですけど、システムバリュータイプも、継承関係から言うと、オブジェクトから継承していることになっています。で、しかも、これは、オブジェクトリファレンスなんですね、実は。バリュータイプと言っておきながら、これはまた構造体ではないんですよ。で、これを継承した形で、まあ、例えば、バズみたいな。こいつは、オブジェクトリファレンス。これもオブジェクトリファレンス。だけど、こいつはバリュータイプなんですよね。こいつもオブジェクトリファレンス。これもオブジェクトリファレンスですね。で、このバリュータイプの親戚ってわけでもないですけど、ここから継承しているものとして、システムイント32とか、システムイン、じゃあ、イント PTR とか、まあイントポイントはまだやってないですけどね。こんな感じなんですよね。まあもう一つ例を挙げるなら、システムデートタイプとか、こういう関係にあるんですよね。で、これらすべからく、バリュータイプです。これもバリュータイプってことになります。で、今取り組んでいるのはオブジェクトリファレンスなので、まあちょっとバリュータイプは置いておくと、システムオブジェクトを継承しているクラスですね。クラス風とかクラスバーについては、
その、C 側のインスタンスとして埋め込んでやる必要があります。例えば、ストラクトバーは、フーのインスタンスを持ってないといけないですね。で、フーも同じですね。もう書かないですけど、フーは、オブジェクトのインスタンスを内部で保持する必要がありますと。で、問題はですね、例えば手元に今、バーのポインターがあるとします。で、バーに宣言されている、フィールドにアクセスするときというのは、つまり、インストサニティのバリュー1みたいなフィールドがバーにある場合は、E バリュー1。まあ、これが、バーのポインターだとするなら、まあ、明示的に書きましょうか。バースター。まあ、こんな感じですよね。こういう感じで、メンバーバリュー1にアクセスします。ところが、フーの中にある、メンバーにアクセスしたい場合、今までだと、こう書きたいわけですよ。まあ、仮に、フーの中にバリュー0というフィールドがあったとするなら、こういうふうに書きたい。でも、P バーから参照しているので、ここにバリュー0ないですよね。バリュー0があるのはこのフーの中なので、正確にはこう書かなきゃいけない。P バーのベースと、正確にはこう書かないといけないですね。ベースの中にあるバリューゼロというふうにアクセスしなきゃいけないので、式をこう展開しないといけないんですよね。これもね、めんどくさい話ですよね。まあ、一回、書いてしまえば、これがいくらネストしてようが、ちゃんと出せるとは思うんですけど、式として、出力できるとは思うんですけど、まあ、可読性も悪くなりますよね。で、ずっと今まで3回ぐらい、こういうふうにその規定クラスを、派生クラスの中にメンバーとして埋め込むみたいな話をしてたんですけど、まあ、もう一つの方法として、その規定クラスに存在するものすべてを、この派生クラスに改めて全部宣言し直す。言ってみれば、こう、封を埋め込むのではなく、イントサニティのバリュー0。こんな風に、これ、封由来のフィールドなんですけど、もうバーに直接こういう風に展開してしまう。っていう風に出力すれば、バリュー0へのアクセスはこういう風に書けますね。そして、C の場合、ストラクトをこのように宣言すれば、バイナリレイアウトとしてはこのような、要するにバリュー0があり、バリュー1があるっていうふうに、バイナリレイアウトとしても、正しくなる。ストレージサイズも正しいサイズになる。ということで、こういうふうにやる方法がありますね。で、デメリットとしては、もうもはや foo と bar には 直接的な関係は全くないですね。意図的に、この、フィールドのレイアウトが、その封を継承したレイアウトになっているけど、でもシグネチャー上はどこにも、封との関連性はないです。なので、バーから生成されるポインターは、封のポインターに無理やりキャストする、文字通り無理やりキャストすることはできるけど、まあ、コンパイラーはそれを検出できないですね。関係性があるかどうかのチェックを、C コンパイラーにやらせることはもうできなくなるという問題はあります。あと、間違いなく、システムオブジェクトから、システムオブジェクトからのすべてのフィールドをここに展開しなければならないという制約が起きます。で、今、システムオブジェクトって、とりあえずダミーの
なんかフィールドがないとコンパイルできなかったので入れましたけど、今後 GC の対応することになると多分なんかシステムオブジェクトに必須の情報が何かここに入ってくる可能性がある。で、それらはすべからくすべてのこの、 あの継承したクラス、もうちょっと言うなら、オブジェクトリファレンス型に相当するものすべてにシステムオブジェクトの、定義が、あの、フィールドが ここの先頭に必ず追加されなければいけない、この図で一回この例で言うならここの部分ですね。ここの部分にすべてに共通の、定義が含まれなければならないっていう制約が起きます。で、しかもですね、今の時点では分かんないですよね、そのシステムオブジェクトに何が含まれるべきなのか。とりあえずダミーは入れましたけど、それはあのコンパイルできないから入れたっていうだけのことで、でもなんかいるような気はしているんですが、それが何かは分からない。なおかつ、ここにその全てそれが正しい形で反映されなければいけない。でしかもシステムオブジェクトは自動的に生成してるんじゃなくて手で生成しているので、今言ったようにここら辺を全部列挙する、このバーは Foo を継承してるから Foo のフィールドも全てここに反映させるって言ってるのは全部リフレクションでやればうまくいくんだけど、ただ一つそのシステムオブジェクトは手で定義するのでここに反映できないんですよね、自動的に。まあハードコーディングでね、 if でそのシステムオブジェクトの部分を全部なんかここに必ず埋め込むみたいなハードコーディングすれば別ですけど、まああんまりいいやり方でもないですよね。そこだけですね、なんかちょっと迷いが起きて、あのどうしようかなって思ってるのは実際どうしましょうね。仮に Foo も Bar もフィールド宣言何もなかったとすると、やっぱり何もないとコンパイルエラーになるので何か埋め込まなければいけないので、システムオブジェクトに相当するフィールドはもうなんかハードコーディングで何かを埋めるしかないですかね。ここに無理やりインサートするしかないかなっていう気がしますね。いや難しいですね。なので、とりあえず現状と同じようにここにはダミーのフィールドを1個埋めます、必ず。今ユイント8かなんか、あ、キャラかな、キャラで埋めてますけど、書きますか。今想定してあのこれからやるのはキャラ、ダミーっていうシステムオブジェクト由来っていうことにするフィールドを必ずハードコーディングで埋め込みます。ただしこの方がオブジェクトリファレンスの場合のみですね。それから、継承関係を、上から根っこの方から順番にたどっていってそれぞれフィールドとして出力する。フークラスに定義されているフィールド、バークラスに定義されているフィールドみたいな感じで出してやると。そうすればこの構造体バーに対するポインターは、システムオブジェクトに無理やりキャストしても、まあ、一応機能するし、フーのポインターにキャストしても一応機能するってことになりますね、はい、じゃあこういう方針で、直すことにしましょう。では、それがどこに出るべきかなんですけど、コンバーターも、コンバートトゥヘッダーですね、ここのアウトプットバリュータイプ、コンバートタイプで出るはずですね。コンバートタイプで、ここかな。タイプデフストラクトで、カッコで、フィールドで、ここが、今、デクレアードタイプは、今見てる、さっきの図で言うなら、
ストラクトバーですね、その派生の一番、まあ、仮に今見てる方がこれだとします。で今はこれしか見てない、デクレアリングなんだっけな、デクレアドオンリーがフラグがついているので、このフィールドしか見ていないので、これをすべ、てシステムオブジェクトに至るまでのすべての型について探索する必要があります。ここですね。でそれはどうやるかというと、その前にここフィールドが得られなかった場合はダミーを挿入するっていう風になってるんですよね。この辺をちょっと書き直しですね。なのでちょっと一旦ここの部分は削除してこんな感じにしておきます。でどうやるかですけど、デクレアドタイプをトラバースで、タイプベースタイプで、親方向へ探索します。でもこれだと逆順ですね、派生クラスから規定クラスの方へ探索していってしまうので、リバースでひっくり返します。で、それぞれについてセレクトメニューで、タイプを、ゲットフィールズで、それぞれの方のフィールドの情報を得ます。最後にこれを ToArray で配列化しますと。そうすると全部、上から順にシステムオブジェクトから順に列挙するはずですね。でシステムオブジェクトはフィールドの定義があるんだかないんだか、多分あったかな、スタティックはあったかもしれないですけど、インスタンスフィールドはなかったような気がするんですが、でも今システムオブジェクトはハードコーディングしようとしているので、ここからは除外したいですよね。なのでどうするかな、リバース、あ、リバースだと先頭からになる、ここで何だったっけな、なんかあったようなキャスだな、リンクで、デフォルトイフではない、ディスティンクトじゃなくてエクセプトって何だったかな、あ、これ違いますね、何かね、なんか何かが見つかるまでみたいなのなかったかな、ファーストはデフォルト、インターセクト、ジョイン、ロングカウント、オブ、オーダーバイ、セレクト、シーケンス、シングル、スキップ、あ、スキップホワイルかな、あ、スキップホワイルかテイクホワイルかな、テイクホワイルかな、タイプを得て、ブールを返す、あ、つまり、あ、これトラバースでそれをやってもいいんだけど、どうしようかな、こういうことですね。ちょっとでかいので。オブジェクト以外であれば、ベースタイプを返します。そうでなければ塗る。みたいにするとオブジェクトが除外されますね。まあこれホワイルでやってもいいし、その今のテイクホワイルでやってもいいような気はするんですが、わかりにくいかな、テイクホワイルの方がいいかな、意味がはっきりしますね。テイクホワイル、タイプがオブジェクト以外の場合に、
ずっと取得します。で、オブジェクトになったら多分これで終わりですね。なので1個だけ、最後の1個だけ抽出されない、そしてそれが逆順になるので、オブジェクトの1個下の派生されした、クラスから N 個が列挙される。でそいつら一つ一つの型についてゲットフィールズして、それを全部1個に連結し、そして最後にそれを配列にするんですね。はい、これでいいような気がします。でそれぞれについて全部、今まで通り出力します。問題はオブジェクトの部分をどうするかなんですけど、まあ、ここはあのハードコーディングで直接出してしまえばいいですね。 TW、まあ、これはあのずっと何度も言ってるように、一旦ここでは、ハードコーディングで出します。プラスキャラダミーという感じですね。大丈夫かな、今度。はい、いいかな。インテンドですね。うん、はい、これで宣言それぞれに全てのフィールドですね、全てのフィールドの定義が出力されるようになったはずです。あ、でもこれ正しいですね。オブジェクトリファレンスの時しか出しちゃダメですね。バリュータイプの時には、定義した通りに出さなければいけない。そうでした。まずこのダミーの部分がそうですね、クラス、イズクラスがトゥルーの場合だけ出します。それから、ここの、その探索する部分の話なんですが、もし、今の、コンバートタイプに、何らかの、その、あれですね、あの構造体の型というか、あの値型が指定された場合、これも含めてですけど、指定された場合なんですが、列挙が、まあ、例えばこれだとすると、まずこれが列挙される。それから、バリュータイプが列挙され、オブジェクトに行こうとするけど、これはテイクフォワイルで捨てられますね。なので、これとこれがフィールドの出力の条件、あのフィールドの出力対象になります。こっちのもそうですね。まあ、ただ、システムイント3にはありえないですね。これは、イント3に t に無理やり置き換わるのでない。それからイントポインターも、まだやってないですけど、ネイティブイントになるので、いらない。あるとすると、これですね、システムデートタイム。これは、まあ、内部構造は実は知っていて、なんだっけな、ロング64ビットの整数値が格納されてるんだったかな。なので、それのフィールドが出力されるはず。で、あとこれですね、その上に探索したときに、バリュータイプがフィールドを持っているかどうか。プライベートなものを含めて、まあそれ次第ってことになりますね。でどうしようかな、ちょっと見てみますか。バリュータイプが何を持っているか、僕の予想では何も定義されていないような気がしてるんですけど、バリュータップルバリュータイプありました。よいしょ。フィールドはなさそうですね、見た感じ。ちょっと分かりにくいので、C シャープにしてみましょうか。はい、パブリックアブストラクトクラスなんですよ、これ。知らない人っていうか、知らなかったって人多いかもしれないですけど、クラスです。で、フィールドないですね、中には。で、あと、イコールズとか、全部メソッドですね。スタティックなもの、インスタンスなものも含めて、しまった。ごめんなさい。メソッドも含めて、基本的に、まあ、コンストラクターありますけど、全部、メソッドですね。で、今これは、この ILSPY は .NET フレームワーク 4.6.2 かなんかを見てると思うんですよ。
だから例えば、ドットネットコアとか、モノとかがリフレクションでこのバリュータイプの中見たときに、果たして何が入っているのかっていうのは実装依存でない、まあ、プライベートなものも含めるって考えると、ない、何もないとは言い切れないんですよね。だからできれば除外しておきたいなっていう気がしてます。あ、今画面切り替えしてなかったですね。ごめんなさい。すいませんでした。ちらっと説明すると、このファイルスパイを見て、バリュータイプの方を見て、バリュータイプの中の、これらの方、方の中の、フィールドがないっていう話をしてました。ないですね。ない。コンストラクターとメソッドしかないですね。はい。なので、このドットネット4.6.1だか2だかはいいんですけど、他の環境、ドットネットコアや、ものでは果たしてその通りかどうかわからない。しかもプライベートなものも含めてね。パブリックのやつは多分ないと思うんですけど、プライベートなものも含むと本当にないと言い切れるかどうかちょっとよくわからないので、あんまりそこに依存しない、そのことを前提にしない方がいいような気がしています。では、ここですね、つまり、オブジェクトリファレンスの時には、オブジェクトがやってきたら、もう終了すると。じゃあ、バリュータイプの場合は、バリュータイプが来たら、探索を終了するっていうふうにすればいいですかね。まあ、実際はね、バリュータイプは、バリュータイプクラスから派生して、ネストしてることはないと思うんですよ。要するに、派生の派生とか、そういうのはないので、基本的にはなんかバリュータイプの場合はこういうふうにトラバース使ってその再帰探索をしなければいいような気はするんですけど、まあ一応同じようにやると仮定して、その終了条件をオブジェクトにするかバリュータイプにするかで切り替えるようにしましょうか。それがまあなんかアルゴリズム的には簡単ですね。ストップタイプイコールデクレアードタイプがクラスだったら、オブジェクト。で、そうでなければ、バリュータイプ。っていうふうにしますか。逆の条件の方がいいかな。バリュータイプの方が、特別ですよね。特別扱いされるべきなので。is バリュータイプが立つときだけ、バリュータイプを終了条件にして、それ以外の場合はオブジェクトっていうふうにしておきますか。なんでかっていうと、まだ他にもやらなきゃいけないものはあって、探索の条件、まあでもインターフェースは個別にやらなきゃいけないしね、あと enum とデリゲートの対応がまだないんですよね。そのあたりにも影響してくるかな。まあそう、なんか個別にやらなきゃいけないような気がなんとなくするんですけど、まあ今じゃあこうしておきましょう。これで、ストップタイプができたので、これストップタイプと比較しながら探索をするという感じですね。で、パブリック、ノンパブリックで、インスタンスフィールドが対象です。で、その、型で定義されているもの。はい。これでいいですかね。あと、クラスの場合だけってやってるけど、これはバリュータイプ以外ってやらなきゃいけないかと言われるとわからないですね。今んとこクラスの場合だけってことでいいか。はい。じゃあ、これでいいですね。動かしてみましょう。わ、なんかエラー出た。インバリッドコード？なんだろうな。クラスタイプテストのテスト4。なんか、あれですね、そんなの何もいじった記憶はないけど、クラスタイプテストのテスト4。
これのテスト4。アイエル。どこでしたっけ？カレントインデックスが6、オプコードが25。ニューオブジェのことかな。あれ、なんかおかしいですね。ニューオブジェなんて散々やってきたのに、今さら何を言ってるのって感じですけど、ちょっと、ビルド、あ、リリースだからかな。ちょっとデバッグに戻しますね。で、ビルドだけやってみます。これは、これはソースコードの出力が問題か。C シャープのコードの方はビルドは成功してますね。ちょっともう一回これだけ指定してビルドしてみますか。大丈夫ですね。何だったんだ、ちょっと気になりますね。リリース、単にビルドが走らなかっただけか。大丈夫ですね、ビルドできてますね。わからない、よくわからない。まあデバッグでもう一回ビルドして、うん、でこれ実行しますね。そうすると正しい C のコードが出力され、あ、大丈夫か、あ、大丈夫ですね。うん、ビルドが通ってなかったみたいですね。で、ヘッダーの出力を見ると、そうすると、クラスタイプテストターゲットはダミーが含まれています。クラスタイプテストもダミーが含まれています。これバリュータイプのテストは、テストターゲットはバリュータイプなので、ダミーは含んでないですね。で、バリュータイプテストはクラスなのでダミーが含まれている。この辺あれですね、パブリックスタティッククラスとか宣言されている場合はもう出力しないようにするとかするといいかもしれないですね。まあそもそもスタティックだったらこれ実体化することないから、このタイプデフも出力しなくていいとか、まあいろいろありそうですね。あと IL2C テストターゲット OG2 とか、まあこの辺もクラスなので一応ダミーの出力は出ているという感じで、まあいいんじゃないですかね。あと IL2C の、現状の定義がキャラのダミーなので、この要するにこのシグネチャーを無理やり展開して出しているので、これちゃんと一致してないとやばいことになりますね。無理やりキャストした時にレイアウトぐちゃぐちゃになるので、これが、全てにおいてキャラダミーが含まれてないといけないので、こうなってないといけないと。はい、いいですね。これで辻褄合いましたね。で、ビルドすると今度は C のコードもビルドが成功してますね。で、メインの方に来てちょっと、まあ動かしてみますか。こんな感じで、デバッグのスタート、はい、来ました。よいしょ、はい、456になってますよね。456、いいですね。で、今度、今まだこれ実行してないですけど、これ実行する。そうすると1368になってますよね。はい、リザルト用も1368になってる。まあこんな感じでちゃんと動いてるということが分かりましたと。はい。今回はまあちょっと、短い、何分経ったんだ、よう分からんけど。前回のちょっと取り残しを、やりました。出るかな。出るかな。これでそのクラスについて、その派生クラスの派生クラスの定義は規定クラスのすべてのフィールドを、まあ全部インライン展開しておくと
で、それのバイナリーレイアウトに互換性を持たせることによって、無理やりポインターをキャストした場合でも正しくアクセスできるようにするという戦略で、対応しましたと感じですね。はい、next バイナリー、バイナリーあちゃう、フィールドバイナリーレイアウトでいいかな。でコミットします。タグを、シャープ6-44、それからもう一個言っときましょうかね。なんだ、なんでしょうね、ノン、フィクスドノン GC みたいな感じで、タグを打っておきましょうかね。まあちょっとマイルストーンにはまだ弱いかな。はい、これでプッシュしておきました。まあ今回は、短くここまでということで、次回から、忘れ物がなければですけども、GC の方を考えていきたいと思います。はい、では、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。